出入国管理。出入国管理とは、国境や空港、港など、人が異なる国家間を出入りする場合に、当該国、政府が、その出入国を管理、把握することを言う。物品の出入りについては、手荷物検査などが、出入国検査に付随して行われるが、貿易など、物品の出入りのみを目的とする場合は、出入国とは言わず、輸出入というのが普通である。 英語では、もしくはと呼び、これをそのまま読んだ、イミグレーション、それを省略した、イミグレは、このまま日本語化している。現代では、地球の裏側など、生態系の大きく違う世界観で、人や物資の移動が可能になったため、生態系を大いに上乱する、可能性のある植物、食料、生物、特に病原体の移動を水際で阻止する子は、 出入国管理の重要な目的の一つである。特定の感染症が流行している地域との間では、渡航制限が敷かれたり、感染の疑いがある場合は、上陸不許可となったりすることがある。国家間で経済格差が大きい場合、大量の経済移民希望者が生じることがある。しかしその人数があまりにも多い場合、渡航先国民の失業や、 住宅不足などの問題を引き起こしてしまう。この観点から移民希望者を一定数に制限している国家が多い。上記の必要項目3つをシックの略と呼ぶ。旅券、パスポートは旅行者の国籍のある国家の政府が発行する出入国管理の際に提示を要求される国籍、身分証明書であり、出入国管理記録帳としての性格も持つ。 全ての国家において、旅券の所持、携帯は出入国の際に必須である。日本においては、旅券は、各都道府県の旅券窓口または、在外交換で申請して取得する。2006年以降は、都道府県の旅券窓口ではなく、市役所、町村役場等が窓口になっている地域もある。なお、国際条約などに明文があるわけではなく、 従って、すべての国家で適用されるとは言えないものの、国際慣例として、おおむね国家元首、原則各国一人は、出入国審査の対象外、国王はもともとパスポートを作成しておらず、大統領はパスポートを携行するが使わないと、されている。しかし、王族や閣僚、首相も含む、の場合は、元首でないため、公用渡航であっても、 旅券への許可記載等の手続きを必要とする例が多いとされる。本人は、いわゆる VIP ルート、つまり、空港ターミナルビルに入らずに住む道を通る。また、日本の内閣総理大臣における公用渡航の場合は、通常、羽田空港から政府専用機が使われ、同行の管理が事後に代理申請する。日本においても、天皇以外の皇后を含む皇族は、外国では、 一般人になるので旅券の発給を得て渡航している。著称は、渡航先の国に入国する際に必要となる、証明書で、渡航前に、渡航先の国の在外交換に申請して取得する。著称は、通常、旅券に応印、または重付される。著称を事実上の入国許可とみなして、入国審査時にほとんど拒否処分をしない制度の国、出入国管理の法令を、 いわゆる大陸法方法式で定めた国に多いと、詐称を入国の推薦文書に過ぎないとして、改めて厳格な入国審査を行う制度の国、出入国管理の法令を、いわゆる英米法方法式で定めた国に多い。日本国はこちらに含まれるがあり、後者の国に渡航する者にとっては、詐称取得は、必ずしも入国の保障とはならない。入国審査の拒否は、 建前上は法令に基づいて行われるが、現実には挙動が不審である審査官を侮辱した質問に対して誤魔化す嘘をつくなど、その時に担当した審査官の新証がきっかけとなって不法入国や不法就労が目的であると判明、入国不許可決定により国外退去処分となるような例も少なくない。国際的な往来が増えた現代にあっては、 各国間で、詐称相互免除協定が結ばれる例が増えており、その場合は、前もって、渡航予定先国の在外交換で詐称を取得していなくても、入国審査まで免除とはならないが短期間の滞在希望者に限り、入国許可が可能となる。入国、入居をする前に審査を受け、許可された者が入国できる。国籍を有する者が、 外国から帰国する際にも入国審査を通過する必要がある。入国審査では入国目的や滞在期間などの指紋が行われる。ここで目的や滞在先が曖昧であるなどによって不法入国しようとしていると発覚することもある。また税関審査や検疫を受ける。入国前に事前審査を行う場合もあり、過去にはガルーダインドネシア航空が 搭乗者に対して機内においてインドネシアの事前入国審査を大韓航空、アシアナ航空が搭乗者に対して成田国際空港で大韓民国の事前入国審査を行っていた。事前入国審査を行った場合、到着時専用の入国レーン、主にクルー、外交官用レーンを通過することができる。いずれも希望者のみで事前審査を受けずに到着後に 通常の入国審査を受けることもできる。また、出発国で同時に到着国の入国審査を行う場合もあり、アメリカ・カナダ間の国際線航路では、カナダの空港において、アメリカの入国審査が行われたり、アメリカ到着時には、国際線でなく、国内線ターミナルに到着するユーロスターでは、パリ北駅において、イギリスの入国審査が、 マレー鉄道では、ウッドランズトレインチェックポイントにおいてマレーシア、入国審査が行われている。アメリカ同時多発テロ事件以後、現在に至るまで世界各国の入国審査が厳しくなる傾向が続いている。2015年現在においては、アメリカや日本国、韓国、台湾、マレーシアで入国審査時に生体情報の取得、顔写真撮影や、 指紋採取とデータベースへの登録が行われるようになっている。これら顔写真や指紋などの生体情報を入国審査時に取得する国家では過去の犯罪歴や要注意人物の生体情報データベースと称号を行った上で厳格な審査によって入国許可の可否が徹底されている。日本に外国人が入国する場合は入国審査官によって上陸審査を受けて 上陸拒否自由に当たらないことを確認した上で、上陸許可を得なければならない。通常は旅券に上陸許可シールが重付される。2007年、平成19年11月20日より、JBIS が導入された。日本では、在日米軍将兵は、日米地位協定により米軍施設、空軍の飛行場、海軍や海兵隊の軍港を通じてであれば、 軍人 ID カードのみで一家の手続きを経ることなく自由に出入国できる。また、日本を含む一部の国では空港の制限区域から出ない限り国際線、航空機同士を入国手続きなしで乗り継ぐことができる。アメリカ国土安全保障省は2009年1月12日より航空機または船舶で入国する詐称免除プログラム対象国からのアメリカ入国者に 対しても、出発72時間前までにインターネットを用いて、氏名、パポート番号、国内での滞在先を申告させ、手数料を徴収する、電子と公認証システムを義務付けた。申告内容は i-94、ワット審査カードと同一。入国審査カウンターで、パスポート、出入国カード、キ路の航空券、または、予定確認書を係官に提出して、 入国審査を受ける。国を出国する際にも同様の審査が行われる場合がある。出国する人物の把握及び確認のために有効な旅券や各種様式の書類の提示が求められる。犯罪歴の有無や係争中の裁判の被告人、あるいはその他の理由などで出国の制限を受ける場合があり、それらの判断基準は国によって異なる。日本の場合、 出国する際には日本人、外国人に関わらず出国の確認を受ける必要がある。入国審査官に旅券を提示した上で、入国審査官から出国確認を受け、パスポートにそのことを証明する承印を受けなければ出国してはならないとされている。なお、出国確認を経ずに日本を出国する行為は密出国で刑事罰の対象となる。 出入国管理及び難民認定71条。以前は、パスポート以外にで、帰国記録、ED カードに、住所、氏名や、渡航先などを記入し、審査の際に提出する必要があったが、日本国籍保持者の帰国については、平成13年、2001年7月1日以降、不要となっている。なお、外国人の場合は、現在でも、 出入国の際に ED カードへの記入、提示が必要である。なお、学校の修学旅行など団体旅行の場合、事前に出国の確認を受けることが可能である。この場合、あらかじめパスポートに出国日の日付のある出国商員が応印され、出国当日は職員専用通路で事前に渡される事前出国審査済み証を入国審査官に渡せばよい。 また、海外にある一部 CAT、シティアターミナルでは、併設された出入国管理事務所において事前に出国審査を受けることができる。カウンターでパスポート、搭乗券、出国カードを提出して出国審査を受ける。ほとんどの国において出入国審査場は撮影禁止である。また、携帯電話の利用も禁止されている。理由として、 密入国するための参考資料にされることを防ぐためだとされている。手続きの簡素化、迅速化を目的に従来友人で行っていた出入国審査を自動で行う自動化ゲートの設置が各国で進んでいる。利用には事前に指紋や顔写真等の個人情報を登録する場合、出入管理局のデータベースに登録されると、 IC パスポートの IC チップに登録された情報を利用する場合がある前者の場合、IC パスポートでなくても利用可能。日本、JBIS や香港、EED、マカオ、韓国、台湾、タイ、オーストラリアやニュージーランド、スマーティゲートなどで空港や陸路のチェックポイントに設置されている。通常、自国民であれば原則的に利用することができるが、 外国人については各国ごとに対応が異なっている。タイは自国民のみ。日本や台湾などは外国人登録済みの外国人であれば利用可能。韓国は永住権所持者など一部のみ。香港は条件を満たした非居住外国人も利用可能。また一部では相手国の自動化ゲート登録者を対象に自国の自動化ゲートの利用を可能にする。 相互協定が結ばれており、現在、米韓、韓港間で行われている、スマートインドツリーサービス。ただし、自動化ゲート登録手続きは、各々行う必要がある。各国でデータは共有されていないため。入国、税関手続き支援装置、キオスク端末が、米国、カナダで導入されている。装置から印刷されるレシートとパスポートを提示して、 審査官の審査を受ける。日本においても上陸審査待ち時間を活用して指紋採取、顔写真の撮影を行うための機器、バイオカートを主要空港に導入している。滞在許可はほとんどの国でいくつかの種類に区分されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。